はいどうもピオキングです。今日もですねみんなでバトルやっていきますか。そういえばね最近ツイッターでも言ったんですけど、あのショート動画をね意外と出してると思うんですよ僕で。ねそのショート動画今までですねあの切り抜きが多かったんですけど、今度からですねオリジナルも混ぜていきたいと思います。まあと言ってもですね、まあぶっちゃけもうオリジナル版出していってるんですけど、まあオリジナルって何なのかって話ですよね。まあちょっと待ってちょっと待って、まあ最初に中間ポイントありますけど、これそこを取っていきますか。お曲え、これ右でいいんじゃないの。こっち右行きますか。でこっち上行く、上行こうか。上待ってマリーマリー多分そっち正解。あオリジナル版っていうのはまあ切り抜きじゃないで、ショート動画専用でしか見れないあのマリメっていうのをですねどんどん出していきたいと思います。さあこの中にはですねカルピスさんっていうめちゃくちゃ上手い人がいるんですよ。よしオッケー来た待ってルイージエアシップコース、やっぱ分かんないなエアシップあの空気のシップ、まあ分かんないんですけど、よしキノピオ信じて、キノピオごめんごめん、いやドア入らないけんからね。ちょナイスキノコ、ナイスキノコと思ったんですけどキノコ取れなかったね。ちょ待ってここは危ないね。確かこの骨投げてくる子なんだったっけ、この子の名前、この子マジで危ないよね。ちょっと待って、うわービビった待って、亀の甲羅と思っちゃうマジで。あのクリボンは、さてここは投げ合いよ、そ投げ合いはよしてさ、みんなで仲良く行こうね。てかなんかキノピオとキノピコあのキノコ取ってるね、いいなキノコ。待ってこれ上じゃね、上絶対上、絶対上、上だけど上だけど怖いんだよな。ちょむやみに行き過ぎた、うん、ここで相手よし来た、よし羽来た羽これもう無敵だよね、絶対勝てると思うんですけど、めちゃくちゃラグいね、めちゃくちゃラグ。協力しましょう、む協力しようね。誰だったっけ、キノピオ、キノピオだったっけ、協力しましょう。あのねキノピオ最初さ僕になんか信じてくれたじゃん、だから多分結構いい人だと思うんですよねキノピオね。キノピオオッケー、よしなんか早いね、なんか早くなってきたけど、ちょっと待ってこういう時でしょ、なんか出た、ごめんごめんなんか出たね。待ってキノピオ取っていいよ、キノピオ多分キノピオねマジで優しい人だと思うんですよ左でめっちゃ争ってるなそんなに羽が欲しいか、いやキノピコは絶対欲しいよね、チビだもんね。キノピコ危ないね、大砲当たっちゃってやられればいいのに、うわ危ねえこれ待ってキノピオ、キノピコやばいよこれ、よし危ねえ、よし一緒行こう、オッケーナイスナイス、待って待って、ほいやっと、これ勝ったでしょ絶対勝ったでしょこのままはね。あどうもありがとうございます。そしてねあのレートもねもうちょっとで5700台なんですけど、なかなかね5700の壁が越えれないっていうか、まあこの辺なんでしょうね僕の実力って。5600台、いろんな被り物、バリセットジャー、まあ、ギアって被り物っていうことかな、まああの SAO のねナーブギアでしかわかんないんですけどねギアってそれかあのワンピースのギアセカンドみたいな待ってこれさ何回か見たことありますこのコース、いろんな場所に行って確かあれ取らないけんでしょ、このピンクコインを4つ集めれって感じでしょ。待ってキノピオそっち行ってんのか、ちょっと待ってキノピオもう1個集まった感じ、あ1個集まった感じだね、あと2個か、あと2個一緒のとこ行ったらダメだね、僕このキラー好きだからこのキラーのとこ行くわ、ここ行きますね。キラーどんな感じだったっけ、オッケー誰も来てなっせこれ楽しいよねこのキラー、ブオーンみたいな、でもう1回ブオーン、あぶねえやられると思ったけど、ここで2つ目ゲットしましたね。ここ P 誰か来るの待っておきますか、これ多分もう誰か来るの待っておいた方がいいと思うんですよね。よし来た、よしキノピコ、キノピコ待って、よしオッケー、このまま右にダッシュ、これ早いでしょ、これ早いでしょ、いけー無理だった。え、なんだこれ、 6K セレブレーション VS レベルセレブ、まあまあとりあえず VS レースでしょう。なんかねあのマリオが6500台の人だったんですよね、まあピンクエスプラスでも特にすごいっていうのかな。待ってそこ僕青欲しかったな、じゃあ赤いきますね。このマリオにめちゃくちゃ勝ちたいね、マリオに勝ったらもう今日のこれ取れた、いいんじゃよっけ、オッケーマリオこの横スクは負けません、 S プラス、うわちょっと待ってこれは想像できない、これはマジで想像できない、なるほどこんな感じでいけばいいのか、今の絶
対勝ってたって。ねえ、今の絶対勝ってたと思うんですけど。お、マリオ C。これは、やっぱ海ステージだろうね。僕一番ここ、ここが一番熱いんだよな。一番右下が熱い。それをみんなは知らないね。みんなは知らない。これ、下が熱いんだよな、こういうステージ。このまま右でいいか。あぶねでかいでかい。でかいって、このまま下に行きましょう。なるべく下をね、行きます。ありがとうございました。一番最初取れてないね。うーわ、危ねえ。また速攻クリボーにやられるとこだったけど、これは熱い。このベルは取っていきたい。このベルはめっちゃ速いからね。おいしょ、よし、ほいほい。細かすぎ待って、動作が細かすぎ。もうちょっとこうやって大まかにいかな、遅いね。よし、抜けるよ。アロコマジ抜けるよ。こっから抜け。もうちょっと、もうちょっとで抜けそうなんだよな。うーわ、もったいなっす、もったいなっす、もったい、やられたこれはやられました。あ、なんか面白そう。技使いそうで使わないコース、こういうのいいよね。これ普通にバネジャンしていくだけだよね。ちょっと待って、キノピオ、キノピオ、キノピオ、ちょっとキノピオ激しすぎ。これ誰か踏んでいこうか。多分それが一番早いと思います。誰も踏めないこれ P ジャン、 P ジャンしなくていいオッケーオッケーいや P ジャンしなくても一応 P が踏まなきゃいけないのね。待って、これ落ちるやつ、落ちないやつか。いや、落ちるやつだ。これキノコ取っていこう。あ、キノコ取っていっていきますね。キノコいる？うわ、これキノコいる、これいるよ、これ多分。危ないよ、キノコないと危ないよ。ちょっと待って、ちょっと待って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 、いや、これマジでキノコないと危ないよね。みんなやられて、みんなやられて、ちょっと待ってって、キノピコで邪魔しないでってマジなんだから、こっちは5700回行きたいんだから。さあ、このまま右行きますからね。こう一緒に、もう投げよう、もう僕が投げます、そんなんするんだったらこのまま落ちていいものかどうなんでしょうね。さあ、ここで、ちょっと待って、キノピコ、待って、キノピコ、こうヒップドロップしよう。オッケー、よし、綺麗に抜けましたね、今ど真ん中で。キノピコが、待って、キノピオとキノピコってめっちゃ噛みそうなんだよな。なんかない、そういうの。多分ね、喋りながらやってる人はね、わかると思う。キノピコとね、キノピオ、もうめっちゃ噛みそうになるんですよね。よし、抜いた、これは抜く。ちょっと待って、ほっ、よし、ジャンプ、きた、これはワンチャンあるよ。ほい、ここ壁ジャンしよっか。ほい、で、もう一回壁ジャンしよう。で、ここジャンプの、もう一個、で、これはどっち、こっちでいい。ちょっと待って、ほい、これ火が危ないんだよな。多分気づいてない、多分気づいてない、このキノピコは気づ、きどうしゃよしよしよし、で、このまま右、ここ、ここ、いや、ライグイ、マジでライグイ。もうゴールあって、もうゴールあって、ゴールあって、やったぜ、やばい。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。